皆さんはなお昼休憩中とかかな。なんかな、今日のメイク、今日すっぴんで一日過ごす予定なんですけど、やばいね。改めて朝のすっぴんひどい。明日収録だからさ、ちょっと不安ないよね。今日はリハーサルです。はい、頑張ります。今日はリハーサルだったり、いろいろあったり、あ、ファニコンがあったり、いろいろあるんですけど、昼休み、推しの顔色と、何色ね、土化粧か、やばいね。こういう顔になっちゃうんですよ、割とスピンの時って。土みたい。みんなリハツアー来てくれるかな。すごいな、ごめんね、ドスッピンって感じ。でも今日はメイクしないからさ、いつ配信してもスッピンね。土系色か、土系色。眠い。今日も掃除機をボーっとかけました。楽しかったです。楽しかったです。さあ、今日は何のお話をしようかな。よいしょ。やー、お昼ですね。あ、ちょっと早いか、お昼前か。今日お昼はもう食べない、時間が絶妙なので、やめとこう。ピアスはまだ探してないや。そうだ、探さなきゃ。膝が痛い。かーくん、かーくんだ。猫ありがとう。猫にゃんにゃん。4周年仕様はこれいつまでかな。あ、仕事中だからだって。やばい、仕事中だった。まあそうだよね、今日気合入れていかなきゃ。頑張ります。お昼は焼きそば、最高じゃん。生瀬翔さん40年ありがとうございます。コムさん40年ありがとう。生瀬翔さん、タコが凍っているぞ。おいちゃん40年いただきました、ありがとうございます。 Thank you。何を言うと思ったんだっけ、忘れた。はい、今日はパーカー女子です。スピンの時はパーカーです、ほぼ。コロコロコロって言ってる。家事は今25歳になったら想像していました。25歳になった想像してました。今日どんななってるかな。髪の毛とかもうちょっと薄くなってるのかな。やだー、そんなこと言わないで。自分で言ったけど、どうなってるんだ。私は今大学4年の年で、
みんな今就活って感じなんだけど、みんな終わったり就活終わったりまだ続いてる子がいたり、いろんな道を歩んでる子があまりにいっぱいいるんだけど、一足お先に私はありがたいことにアフガニキを頑張らせていただいているので、どうなるかね。かっこいい人になりたいですか。頑張ります。いろんなところでお仕事できるようになりたいなーなんて思いながら、いろいろ考えてたりしました。フルさん40年ありがとうございます。髪の毛がなくなっちゃいそう。私前髪ノーセットとこんな感じなんですよ。チリチリのひよひよのどっか行っちゃいそうな感じで困ってます。ちょっと肌がね、お休みの日を絶対に作りたいんですが、ですがなんとですね、私は毎日配信をしているので必ず皆さんのところにね、お会いするタイミングがあるので、すっぴんを皆さんにお見せするタイミングになってしまいます。すまいよすまいよ、よいしょ、ショック、ありがとう。そうね、大変やな。だって多分私は大変なんだろうけど、自分にすごく合ってるんだと思う。毎日大変だけど苦じゃないからね。そうよ、なくなったらなくなったらそっち系のお仕事が来る。 CM とか出れるかもな、髪の毛なくなったら。もう本当に髪の毛は結構いろいろ気にしてます。本当にガチでガチで気にしてる。これはね、冗談とかじゃなくて、そう、なんか最近急に髪の毛の方向性が違うのよ。あの一本一本の一本一本の方向性の違いで揉めてるんだよね、こう地肌と、揉めてんのよ、めっちゃ急に、どうしたっていうぐらい変なところから癖がついちゃったりとかするようになっちゃって、前はもっと力強かったんだけど、急にこう先端で折れちゃうっていうか、ふわってこうなるつもりだったんだけど、この生え際の先端で折れちゃって、なんかポッポッってなっちゃうの。それはどうしてっていう、急にだよ。シャンプーとかもね、基本的には変えてないから、何があったのか私には分からないっていう。困ってますよ、どうしよう、そういう時もあるか。初見です。嘘嘘はね、誰かを傷つける嘘じゃなければついてもいいと思います。誰かを傷つける嘘と見栄を張る嘘以外はついてもいいよ。だからすぐバレる嘘とかね、
今日の朝ごはんシャウエッセンでしたとかね、めっちゃ嘘だけど、今日朝からホットケーキを作ってました。うん、ホットケーキを作ってしゃべくりを見ながらホットケーキ作ってた。アルシンドってなんだろう。今シャウエッセン食べてた。美味しいよね。パーカーかわいい。これちょうどうちだけ見えてないって、ここにいるんだけど、私はちょうどうちだけ見えてない。シャウエッセンは嘘かわからんって間違いない。オトミーホットケーキじゃない普通のホットケーキです。うん、めっちゃ普通のに作ったなあ、のんびり過ごしてます。今の時間は今日のスケジュールをね、ちゃんと朝立てて、朝8時から動き出すっていうのを、ね、立てて、朝8時からご飯を作り出して、あ、その前に朝7時半に洗濯をかけるで、その30分で頑張ってこういろいろやってかけて、ホットケーキ8時から作り始めて、そこであのファイトソングか、ドラマのねファイトソングを見る、で作って、その間にいろいろ家事カラカラカラやって、焼き始めたらじゃあ洗い物してみたいな、その後にご飯を食べ終わったぐらいでちょうど洗濯物が終わる、干すみたいなで昨日の洗濯物畳んでなかったから畳む、掃除機かけるみたいな感じのことをずっと、その後風呂洗う、掃除するとかいろいろやってましたそう、いろいろやったんですよ。1キロ500円のソーセージ、それってどれぐらい持つの、どれぐらい持つのかな。この時間ないし珍しいし、そう、家出るのが12時だから、11時半から書類もやるって決めてた。ちょっと夜今日遅くなっちゃいそうだし、そうだから、でファニコンがあるから夜できなかったらどうしようと思って、ちょっと一回先にやっておこうって思ってさ。ファイトソング見てないだって。私もね、面白いんだけど、最近はちょっとなんとなくでこう見るようになっちゃったな。あの ふわっと見るようになってきてしまった。がっつりこう星座体系で見てるのは真犯人フラグと、あと月9ルワーンク、割と星座体系して見てるかな。あとあーでもむっちゃぶりも最近流し見かな。危ない、そうね、眠いよ昨日もちょっと遅かったからさ、眠たいね。お昼ご飯買いに行こうと思ったけど12分つけたけどってありがとう、12時に家出るからあと5分ぐらいですありがとう。そうね、大丈夫かな、準備今日リハーサルだから、靴に靴下にズボン T シャツペンとリハの紙で iPad をちょっと持っていきたかったから iPad を大丈夫そうだよね。ポーポー、
みんな土下座ティーゲットしてね。ミステリー見てないの？あ、月9見てる。そのミステリーだ、出てこなくて月9って呼んでる。そう、名前が出てこない。あ、誰も見てますよ。浜辺美波ちゃんのやつどうか。あとはむっちゃぶりも面白くて見てるでしょ。あとなんだろう、あ、四十からも見てる。あとあのアベマの、アベマ TV の、あの30までとうるさくてみたいなやつを見てる。あとなんだろう、あとなんだろう、ホイハンサムって見てない。何、ホイハンサムって。そうなんだ。あとあれが面白いわ、チカラ、隣のチカラ。そうだ、うちが最近推してる隣のチカラ、あれ面白い、あれ面白い、そうだ、あれは面白い。ダイビングの見てないの、 DCU でね。私ああいうのちょっと見れないんだよね。そう、なんだろう、コードブルーとかも、コードブルーとか、あの、DCU とか、なんていうの、こう逼迫した医療関係のものあったりとか、結構あー苦しいってなっちゃうのは見続けられなくて。そう、みなみちゃん可愛いよね、私も大好きなの。そうそうしちゃう。そう、コードブルーは特にそう。コードブルーは私何回も挑戦してるの、絶対面白いだろうなって。でね、ママと姉ちゃんがガチガチに見てるから、でも挑戦するんだけど、もう途中でこう目をこうやってしまう。あ、コードブルーだってこうなっちゃうのが私です。進撃の巨人とかね。次の月9もミステリーだって。おお、そっか、4月からスタート結構決まってきてるかね。面白そうなの何個か。でも何か恋愛ものが多いって聞いた。次、珍しい、珍しいね。まあ春だからかな、分かんないけど。何か面白そうだなったら皆さん教えてください。ドラマ大好き人間なんで。ニキラジドラマの話したら面白かったって嬉しい。ちなつのやつでしょ。ちなつと私は基本ドラマの話ばっかりしてる。ドラマの話とか多いよ。めちゃめちゃ二人が見てるタイプなんで。でも私は結構ふるいにかけるタイプなんですよ。 これ見る見ない見る見ないみたいな分けるタイプだけど、ちなつは割とまんべんなく見てるイメージだから。カンドラ、ねネットフリでイテウォンクラスとキム秘書と、あとなんだっけ、あれ分かっていてもと、あと一個なんだっけ、真心に、真心になんとかってやつ。真心になんとか、なんとかってやつは見た。あ、でもキム秘書はまだ見てる途中です。ちょっと時間がなかなか取れなくてね、見れてない。ちょっとずつ見てるんだけど、今昨日も10分ぐらい見た。うん、ちなっちはドラマを見て感情を動かしてストレス発散する。私は可愛い子探しと、あとは結構他人行儀に私は見るタイプだから、そうだね、へーっていう感じで見てるから、こう感情を動かされたりとかもしないんだけど、そう、なんかこういうこともあるのかなとか、こういう時こういうことを感じる人がいるんだなとかいう風に見てる感じです。いや、面白いって思って見てるタイプです。感情移入するのは、まあ、ちょっと感動ものとかちょっと感情移入しちゃう時あるけど、例えばあとあれとか、君の膵臓食べたいとかさすがに泣いたけど、第三者として見てる、他人行儀っていうか第三者として見てるから、そこまでこう中に入ることは少ないんだけど、だからこそだろうね、もし自分がってなったらもうやだもん、辛いもん、全部ドラマって辛いじゃん。うん、あ、そう、人間観察的な視点、そうそう、ドラマだから、まあ、あるわけないんだけど、こういう人もいるのかなって思ったりとか、なんか経験値として見てる。
そう、でもなんかリアルなやつとか結構あるじゃん。なんだっけ、あれとかすごい思った。前回やってた家族探しますみたいなやつ、あれはすごいわーってなった、うん、なんか勉強になったよねとかそれは結構思ったりしてる、うん、自分のリアルでこんなにぶつかった時ドラマだと思えば乗り切れられるわって。なるほどね、そっか、それはあり、それはありだ、確かに、めっちゃ面白いドラマじゃんってなって。なるほどね、そっか。あ、やばい時間だ。じゃあみんな、ドラマって辛いじゃんって免疫る出ました、ドラマって辛いじゃんいい名言出ました。ところで今日この辺ね、夜はファニコーの配信もありますので、よかったらご覧ください。それではお手合い作成の以上です。またお会いしましょう。バイバイ、ありがとう、午後も頑張りましょう。